なので未来はどうかわからないじゃないですか未確定だから、うん、でも少なくともこっちの方に行きたいっていうふうなことを選択することはできるんですすいませんはじめましてはいこんにちはこんにちはえっと沖縄から来ました沖縄から 長田と言います。このために聞きらっしゃったんですかそうです。いやいや、ありがとうございます <laughs>、はいはい。だったら、ね、だったら質問しないともったいないですよね。はい。はい。質問したいなって思いながらも、はい。なんかちょっと、感動しすぎて <laughs>、ちょっと、はい、会えただけでちょっとなんか感動で、はい。どうしようかなって思って。<laughs> そんなこと言ってくれることはあんまりないので、<laughs> <か>僕が感動してしまいます。 あの、はい。はい、なんか具体的になんかどんなこと聞いたらいいかなっていうのが、うん、本当に今ちょっとびっくりしちゃって。はい。<laughs> <も>思い浮かばないんですけどで。でも例えばここにいらっしゃるときになんか来たいと思われたわけですよね。はい。はい。なぜ来たいと思われたんですかえー、なんか最、あ、ケンさんのことは、えっと、学生のときに本を読んで、うん、あの、初めてこの、 何ですかね自己啓発的な本をちょっと手にしてみようと思った時に、ケンさんの,の名前がなんかバーって入って、はい。それからちょっと知ったっていうか読んでですね、はい。あのー、まあ、10年、20年くらいになるんですけど、はい。あ、10年か。はい。<laughs> 10年くらいですね。すいません。はい。<laughs> え <っと S 1> 大丈夫ですか。<laughs> じゃあ一回ちょっと深呼吸しましょうか。<laughs> はい。<laughs> すいません。はい。あの、えっと、まあ、最近仕事を、はい。 今度やめようと思っていて。なるほど。っていうか、まあ、ずっと、まあ、3、4年ぐらい、うん、自分で何かしたいなっていう気持ちで、うん、まあ、たらたらと、なんかちょっと、パートというか、はい、あ少し、当たって、こう、仕事しながら、ちょっと、アクセサリー作って、反応したりとか、はい、まあ、ちょっと、副業的なことはしてきたんですけど、はい。うん、なんかこの、また、うん、なんだろう。 理想と結構現実のギャップがあるのかなとか、うん、<laughs> なんかいろいろ考えちゃってはい多分ね今の雰囲気とかお話ししてたでも僕は直感的に感じるのはすごくアートの才能がある方なんです、はいはい、ただ自分に自信がないから、はい、そのアートで生活できるとか自分のアートが通用するとか、うん、その自信のなさが今なんかクシュンってなってるんですよ、はい、なのでもし神様がここに現れてね その、あなたは素晴らしいアー,ティアーティストの才能があるから、ぜひその道を進みなさいっていうふうに言ったら、普通の人は感激して、あ,あ女神様そうしますっていうふうなことを言うんですけど、<laughs> 今、本当に女神さんなんですかっていうふうに、<laughs> そこを信じてないんですよ。そうですね。すごい自信のなさ。なので、ここに二人の占い師がいるとしましょう。一人は、 あ,あやっぱり今の仕事辞めない方がいいですね。やったらお金に困ってもっと惨めになるからああ変な夢を見ない方がいいよっていう占い師 A。で、占い師 B は素晴らしいですね。あなたみたいな人はアーティストで成功するからもうすぐやった方がいいって言ったらどちらが本当のことを言ってる感じがしますかえー、<laughs> <laughs> どちらの占い師が当たってると思いますなんかま B を信じたいんですけど、はい、やっぱり A っていうのを、はい、やっぱ繰り返してる。 そうですよね。はい。だから A が本当のことを言ってるかもしれないのに、あなた嘘つきでしょ。なんか、また別料金でなんか用としてんじゃないのっていうふうに疑ってるんですよ。はい。なので今日、全部それをね、ひっくり返すことはできませんけど、なぜそこまでに自分の自信のない自分に投票するのかっていうことを考えてください。今これ投票箱だとしたら、自分がつまらない未来、ね、セレフイメージが低くて、自分のアートなんて何の価値もない未来に自分で投票しちゃってるんですよ。はい。なので、ひょっとしたら、 だって面白そうっていうのだけで沖縄からここまでいらっしゃるわけでしょものすごい行動力あるわけじゃないですか。ただないのはプランニングなんですよ。<laughs> なのでもしここにプランニングの要素がスタートして、誰か好かるべき人、アーティストって必ず誰かパートナーが必要なんですよ。なのでそれを売ってくれたりアドバイスしてくれたりするパートナーを見つけたら、全然違う展開になる可能性もあるんです。今すごい感情が出てきたでしょうどうして今涙が出てきたんですか でもなんか分かってるというか、はい、あの、本当に、いろんな道があって、うん、で、本当にそこに、そこで成功する道もあるっていうのも、知ってるんですよ。知ってるんだけど、はい、自分がそこを選んでるっていうのも分かっていて、はい、だからもう確信犯なんです。<laughs> 全部分かってるんですよ。違いますか、はい、なので多分成功するのはそんな難しくないはずですよ。そんな感じしない <laughs>、うん、はい。じゃあ私は、<laughs> 成功しないために精一杯努力してるって言ってみてください。うん、私は成功しないために精一杯努力してるって言ってみてください。私は成功しないために精一杯努力している。でもそれに疲れた。でもそれに疲れた。どうしようかな。どうしようかな。どうします <laughs> っていう状態で今いらっしゃったんですよ。<め> <laughs> なので、もう、去年とか2年前だったら、そんなことは考えもしなかったけど、もうここまで,でなんか情熱が出てきてるんですよ。で、その、あ、今流れてる涙っていうのは、もういいよねって。もうそろそろ自分のことやってもいいよねっていう情熱のエネルギーでもあるんですよ。違いますか,だか悲しみの涙じゃないですよね。なんかようやく、そうなのっていうのが自分の中から出てるんですよ。はい、違いますか誰かなんか手紙とかなんかあげてくれる <laughs> <laughs> はい、大丈夫です他の人たちに他の人たちにもし持ってる人がいたら出してもらおうあ優しいねいこれね周りからあの優しさを受け取るっていうのも大事ですよはい、ありがとうございます,、はい、な,すなのでないそう受け取れないっていうのが今一番の課題なんです、はい、なので、えー、次のステップはどういうふうなものか分かんないけどこわで怖いんですよその道っていうのは怖いけどでも 私は自分の道を進みたいって、本当に願うかどうかっていうのが、次のステップなんです。はい。それとも、ああ、向いてませんね。もうこの沖縄に変わって退屈な人生生きてくださいって言ったら、<laughs> 本田剣士ねとかって、なんか、呪いの人形を打たれるかもしれない。どちらを信じたいんですか成功する道ですかはい。じゃあ、それがね、うまくいくかどうか保証なんかないんですよ。はい、でもせ、絶対失敗するって保証もないじゃないですか。はい、もしこれが50-50だとしたら、 どちらにエネルギーを注ぐのかっていうことなんです。うんはい、僕はあの、こういう話をするとき、いつも大好きなインディアンのね、あの、アメリカのネイティブアメリカンの人のことわざがあって、はい、その、心の中に2匹の狼を飼ってるって。善なる狼と悪なる狼だって。で、もし悪なる狼が自分の中心になったら悪い奴になる。善なる狼が、えー、中心になったら素晴らしい人になるって。で、子供がね、じゃ、じゃ、どちらの狼、 が、自分の人生の主人公になるのって言ったら、おじいちゃんが、お前が餌をやった方が、なるんだよって、いうふうなことを言ったんです。で今、どっちの方に餌やってます退屈で自信がなくて、どうせ成功しないっていう未来の方か。あるいは、アーティストとして成功するっていう道を選択する自分だからだったら。前者に餌そうですよね。なので、自分のエネルギーをそちらにはもう絶対あげないってことを決めないと、 こちらには進めないんです。なので未来はどうか分からないじゃないですか。未確定だから。うん、でも少なくとも、こっちの方に行きたいっていうふうなことを選択することはできるんです。うん、まあそれが引き寄せの法則ってことなんですけどね。うん、どうですかはい。そう思います。はい。じゃあ一回深呼吸して、シンボルとして <laughs>、はいあ、せっかくだから前に出てきてもらおうかな。もうここまで映ってるんだから。<え>はい。<laughs> はい。 はい。前でいてください。はい。ね。すごい素敵な方だから。はい。じゃあ、こちらに。じゃあ、そのステージの方に向かって、で、この100人の後ろには100万人ぐらいいるかもしれないんですよ <laughs>。もしこれを見た人が、あの、ショップとか、沖縄にもしスタートしたら、ああ、の、デアケンで見た人だって言って来てくれるかもしれないじゃないですか。なので、それも含めて宣言しましょう。いいですか、はい、じゃあ、全員の顔を見て。そして皆さんも今、よし、頑張れっていう応援してる人、どれぐらいいます、はい、はい。こんだけいるんですよ。<laughs> なので、<laughs> 一回深呼吸して、で、成功するかどうか保証なんかないんです。僕だって毎回毎回、この本失敗した、この本失敗したって泣きながら出してるんです <laughs> はい。なので、少なくとも選択はできますよね。じゃあ、私はアーティストとして生きることを選択しますってみんなに言って、もうめっちゃすごい拍手もらいましょう。はい。じゃあ深呼吸して、はい。私はアーティストとして生きることを選択します。言えそう はいじゃあ準備ができたらどうぞ私はアーティストとして生きることを選択しますはい、えー、私はアーティストとして生きることを選択しますあっ <laughs> 困らないよ。ありがとうございます。さあ、はい、そしてね、この応援をハートの中に入れるんです。はい。はい。今どんな気分ですかすごい。なんか、嬉しい気分。はい。いけそうな気がしました。はい。はい。なので、ここから何回もやった時には、あんだけの人たちが応援してくれたっていうのを思い出して、はい、ぜひアーティストの方向に進んでください。<laughs> はい。もう一度皆さん拍手お願いします。 はい、じゃあ次の人選んでくださいねせっかくね沖縄から来てくれたんだもんねはいあ2枚じゃ1枚戻しましょうこれで人の運命が変わっちゃったな <laughs> <laughs> はい